上出来だ君、そろそろ一流のファッションモデルだな。커피숍 종업원이었던 미도리는 섬유회사에 다니는 야마자키의 눈에 띄어 패션 모델로 데뷔하게 되고, 애인을 잘 둔 덕에 대기업 타이토 섬유의 지정 모델로 활동하는 행운까지 얻습니다. 미도리산의 갸라です. 領収書 ください. わざわざ どうも. 야마자키さん, 大東繊維の仕事というといつもみどりさんだけ. 모델 에이전시에서는 신인 모델인 미도리만 고집하는 야마자키에게 불평을 늘어놓지만, 두 사람은 결혼을 약속할 정도로 이미 가까워진 사이입니다. 이와 미나토테. 이츠카 가이코쿠에 료코시나이? 키미, 코노 그라비아 미타카이? 미즈기쇼 노 토키 슈카시가 토타 야츠네. 이카 스타일 다와. 이카스 카라 코마룬다요. 도우시테? ヘンダーソンってアメリカ人が見て君に惚れちゃったのさ。ぜひ一度君と寝てみたいと言い出したのさ。 미도리의 화보 사진을 보고 한눈에 반한 미국인 바이어 헨더슨은 야마자키에게 비밀스러운 조건을 내건 상황. あなた、そのアメリカ人と寝ろっていうの? そうだ。私たち恋人よ。 야마자키는 그의 조건을 들어주기 위해 애인 미도리를 설득합니다. 大きく言えば 일본이나 회사의 이익을 위해, 작게 말하면 우리의 행복을 위해다. 君が 아메리카인과 내다って 아무 차이가 없어. 이마마데도리 恋人だし 결혼도 할. 단 한 번밖에. 한 밤밖에의 일이다. 寝てきたわ, ヘンダーソンと。 아리가토. 스마나갔다. 애인의 설득에 마지못해 부탁을 들어준 미도리는 불안한 마음을 감출 수 없습니다. 아테시, 다시카메타이노. 결혼을 약속했던 야마자키의 마음이 혹시 돌아설까 싶어서입니다. 다다이마. 오가이. 오야, 야마자키산. 마, 도우소. 上がっていっぱい減りませんか。いや、私はこれで。どうも。じゃあ失礼します。あれ、もう帰るんですか。まだいいやりませんか。もう一杯だけね。もう一杯。お父ちゃん、しつこいわよ。緑、お前も全く気が利かねえな。まあ、こんな気の強い娘ですけど、今後ともどうぞ可愛がってやってください。頼みますよ。大丈夫です。安心してください。 何してるの? 結婚の費用にするのよ。 返して。 미도리의 아버지는 시시때때로 미도리의 지갑에 손을 대는 한량의 주정뱅이로, 오래전 아내를 잃고 혼자서 딸을 키웠다는 게 그의 유일한 자랑거리입니다. 返して 딸아. 9つの 時から 俺が 男で 1つで 育てて 来たんだぞ。 미도리의 도움으로 큰 건을 성사시킨 야마자키는 회사에서 유능한 영업사원으로 인정을 받습니다. 実は女を抱かせたんです。どんな女だ?あんた、大東繊維の仕事一人で独占してるけど、山崎さんとできてんだろ。色仕掛けで仕事を取るなんて汚いわ。お疲れ。お疲れ。お疲れさん。取り込むか。
あら、いらっしゃい。あのボックスの方へどうぞ。いや、ここでいい。あら、どうして？カウンターでは女の子のサービスができませんもんな。ご商売何かしら？ん？当ててごらんなさいよ。すごく派手だから。芸術家かしら。実はね、娘のやつもファッションモデルをやっとるんだよ。스트립클럽에서허드렛일을하는미도리의아버지는밤이되면화려하게차려입고술집을드나들며패션모델일을하는딸자랑으로여자들의주목을받으려하지만일어선나이데요아따지뭐기가그러시소나노요소레데모토코나노이카지나씨그런그의행동은건달들의먹잇감이되기십상입니다코노아마요크모테이시노메오눈스미야갓데테이시오아따가니시토코리요네요빠라떼쯔으르세이どうしたら勘弁していただけるんで金だ50万ばかり出してもらおうか결국건달들의계략에빠져큰위자료를물어야하는처지가된미도리의아버지오메모개노진다로영화다가텔레비다가무대다가知らねえけどそっちで長年飯を食ってるんだ誰かに相談すればそれぐらいの金すぐできるはずだぜとんでもない私はストリップ小屋のただの楽屋番でしてすると何かおめえ嘘っぱちを並べて俺の女房を騙したってわけかい どうしたのお父ちゃんよ娘さんかいおめえの親父兄貴の神さんに手を出してよホテルへしけ込んでベチャベチャイチャつきやがったんだ本当お父ちゃんあんただねファッションモデルやってるのはお父ちゃんそんなことまで喋ったの100万ぐらいの銭はどうにかなるだろう親父の相談に乗ってやんなそうだその通りだ頼むよ緑あの娘を俺たちの女にして客を取らせるんだあの顔と体ならうんと稼ぐぜ警察に行くのよ警察にゆすりで捕まえてもらえばいいわ刑事とか警官なんてのは大嫌いだよ과거회사공금에손을댔던횡령전과때문에차마경찰에신고할용기도없는미도리의아버지그의딸미도리의애인야마자키를찾아가도움을청합니다야마자키さん頼みますこの年寄りをあれと思って一つわかりました何とかしましょうどなた俺か火災組の検事ってんだ何の御用緑って女いるだろう今日中に100万円いただかねえと組へ帰れねえからな건달켄지는돈을받기위해미도리를따라다니며괴롭히기시작하고出さなきゃ親父を叩き殺すまでさ警察を呼ぶわよ呼びたきゃ呼びな俺は金をもらうまで帰らねえよ집에돌아오면어디선가돈을마련해온아버지가당당하게기다리고있습니다ぴったり100万円ありゃきっちり勘定して持ってけ受け取り100万円確かにいただきました今後一切ゆすりませんってはっきり書いてちょうだい영수증을요구하는미도리에게자신의과거까지들먹이며안심을시키는켄지こんなん飲んだくれだってくたばりゃいいのに入院して助かりやがった어린시절폭력적인술주정뱅이아버지에게심하게대들다결국소년원까지갔다온경험이있는켄지는비슷한처지의미도리에게연민을느끼며더이상그녀의가족을괴롭히는일을그만두려고마음먹습니다쇼라이는오무고산이아니까고맙다뜨기야소단시다오가무고산모여로고봐そんなことは常識だよ悔しいわヒロさんのお金だったらヤクザなんかに渡さなかったのに兄貴親父からもらってきましたよこれっきりだとはっきり言ってきちゃったんですよ親父と娘におめえの男が立たねえってのか하지만그런켄지의결심을비웃는두목야마노娘の手前いい男になりたいってのかいなんとか一つお願いしますうるせえな分かったよいらっしゃいませ緑さんは来週やるショーの打ち合わせをしたいんだが山崎さん彼女ヤクザと出てったわヤクザと
お帰りなさい。遅かったわね。私、謝りに来たの。お父さんのことか？ヤクザってやつは一度食らいついたら死ぬまで離れないからな。それなら大丈夫。私、はっきり言ってやったの。二度と近づくなって。한편미도리의아버지에게순순히큰돈을건넸던야마자키는사과를하러온미도리에게따르기힘든조건을내겁니다君、おやじさんを捨ててくれ。血がつながってるんだもの。じゃあ、僕と別れてくれ。別れる？おやじさんに渡した金、返さなくていい。ヘンダーソンと寝てもらったお礼だ。何ですって？一晩100万円だ。安くはないだろ。お父ちゃんのおかげで、私、ヒロシさんと別れるかもしれないのよ。え？なんだと？500万円出せ。そう。俺の大事な一人娘。딸을차버린야마자키를찾아가돈을뜯어내려고하는미도리의아버지이자를얻었으면当然だろ。おめでたいから乾杯しましょう。いただきます。おめでとう。ありがとう。君の親父さん、また会社に来たよ。詳しい話はマダムから聞いてくれ。하지만야마자키는그일을계기로미도리와완전히절교를하게되고うちの大事なお得意さんをゆすってもらっちゃ困るわね。미도리는모델에이전시에서도쫓겨나는처지가됩니다먼저먼저가이하이오지사아래테르네마짜그여나가막그러네요미도리가족에대한건달야마다의끈질긴괴롭힘은계속되고또다시건달들에게끌려온아버지는미도리에게전화를겁니다何すんの？おやじに会わせてやるよ。山野さんのお兄さんたちだよ。100万円ちゃんと渡したわ。もう関係ないはずよ。もらった覚えはねえな。あんたの体で返してもらおう。ほらほら。サブ、何をしてるんだ。こいつを女にするんですよ。あんた、騙したわね。おっさんの落とし前はついてるんだ。やめろ。いいんですか、勝手な真似をして。黙ってろ。俺に逆らうのか。위기의순간ケンジが나타나미도리를구해내지만힘없는그또한뾰족한수가없긴마찬가지입니다このままじゃ娘さんが苦労するばかりだ。娘さんのためにぶっ殺してやる。お互いにくだらねえ親を持ったからさ、しょうがねえや。帰ったら兄貴に怒られるんじゃない？どうにかなるさ。ケンジ、おめえも大物になったな。俺に逆らって女を逃がすとは一体どういう了見なんだ。てめえが相手なら向こうも油断してのこのこついてくるに違えねえ。明日中に物にして俺んとこ連れてこい。よ。두목의명령을받고다시미도리를찾아가는켄지。やっぱり兄貴にやられたの。いろいろ面白くねえからさ、あんたと遊びに行こうと思って。앞길이막막해진미도리는모든걸잊고그와함께하루를즐기기로합니다。そこへ行くとモデルさんはいいな。綺麗な仕事だから。同じよ。汚い商売だわ。酔っ払って忘れたいわ、嫌なこと。でもダメ、忘れられないの。俺もそうだ。うちへは帰りたくないし、行くところもないし、どうなったっていいわ。そうかい。두목의명령을차마따르지못하는켄지결국자신의사정을미도리에게털어놓습니다아니키니소사
今夜東京を飛び出してどっか逃げるよ。どこへ行くのよ。今日は一日中楽しかった。東京を出る前にもう一度私を助けてくれない。막막해진두젊은이의악마미도리는자신을버린야마자키에게복수를하기로마음먹습니다은토다키아떼사요나라시타이와だって初めての人って一生忘れないもの。会いたかった。嬉しい。すごい部屋だな。미도리를만나기위해호텔방을찾은야마자키는건달켄지앞에서순순히핸더슨과의일을털어놓게되고오메미도리さんをアメコに抱かして商売をやったそうだな。その話をすっかり聞かせてもらおうじゃねえか。みどりとヘンダーソンが寝た話はこれで全部だ。小野寺重役、土屋営業部長には報告した。みどりの父親に渡した100万円も重役が出してくれたのさ。켄지와미도리는이를증거로그의회사를찾아가대가를요구합니다이야나라주간시와신문사에持ち込むか待て考えさせてくれ君はこれが君の復讐かそうよ私捨てられて泣いてる女じゃないわやりたいこと何だってやるんだから無駄だなこれを持って帰ればひどい目に遭わないはずよ東京から逃げなくて済むわでもよそいつはあんたのもんだこんな汚いお金見るのも嫌だわ1000万円なら文句ないでしょそりゃあんたも追っかけねえし俺だって足が洗えるかもしれねえ두 사람은 거액의 위자료를 받아들고 회사를 나서지만 그들을 맞는 건 여전히 만만치 않은 세상뿐입니다. 1970년 도산 위기에 처했던 대형 영화사 다이에이 는 당시 유행하던 야쿠자물과 에로물을 섞은 시리즈를 기획하며 회사 소속의 베테랑 감독 마스무라 야수조까지 불러내 일명 연체동물 시리즈라는 5편의 영화를 연이어 내놓습니다. 이 영화 시리즈의 주인공을 맡았던 신인 배우 아츠미 마리는일본의브리짓바르도라는별명까지얻으며육체파배우로주목을받게되고이시리즈의성공으로다행히한숨을돌렸던다이에이영화사는결국다음해인1971년파산을신청합니다마스무라야수조감독이어쩌면자신의필모그래피에서감추고싶었을지모르는영화1970년작마비해파리였습니다시청해주셔서감사합니다변두리였습니다